どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのしずです。今日は経営者直伝、面接で絶対に合格する方法ということで、オープンワークの代表大沢さんにお話ししていただきます。よく視聴者さんに、面接で落ちてる原因がわからない、来週面接だけど何準備したらいいの、どれだけやっても自信を持って面接に挑めない、などといった面接に関するお悩みをいただきます。この動画ではそのような皆さんのお悩みをぶっ壊すために、1、面接の目的、みんなここをちゃんと分かってないから何を準備すれば通させるかっていうのが分かってないんですよね。それを理解した上で、2、面接の準備法、最後に3、面接の評価ポイントを解説します。ここまで知れるっていうことは、どこを見られてるかが分かり、それに合わせて準備しているわけですから、自信 100% で面接に臨めるようになります。なのでぜひ最後までご覧ください。どうぞ。オープンワークの大沢さんに講師をお願いしたいと思っております。実際に経営者として面接もされている方です。それでは自己紹介お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。オープンワークの代表の大沢と申します。オープンワークは日本最大級の社員口コミの基軸にした就職転職のプラットフォームを運営しています。僕自身は最終面接を今オープンワークでやることもある。実はこの動画の前後も今日最終面接3本入っているんです。忙しいところ。複雑な気持ちで今日ありがとうございます。もともと僕前職で採用のコンサルタントもやっていて、大手企業の新卒採用の面接の要件表を作ってました。こういう評価軸にして、こんな風に質問して炙り出していきましょうっていうのを聞いていたら、その視点からも皆さんにいろいろお伝えできるかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは講義を始めたいと思います。よろしくお願いします。ご質問させていただきたいんですけれども、そもそも面接は何のためにやってるのかとか、どういう目的で企業さんをやってるかっていうところをお伺いしたいです。はい、もう一個だけだと思っていて、入社後活躍してくれるか、学生と企業の相性を持ってるっていうのが面接の目的となります。ありがとうございます。面接ではどういう質問だったりとか、その質問にどういう意図があるかみたいなところも、実際にこう面接官をされている立場としてのお話をお伺いしたいです。わかりました。お二人に質問なんですけど、これまで面接で一番多かった、よくある質問ってどんなものでしょう。とりあえず志望動機聞かれる。私は学生時代に力を入れたことが一番聞かれました。ガクチカですね。わかりました。そうなんです。志望動機とガクチカ、この2つってすごい鉄板のネタだと思っています。どういう風にすれば30分でその人の何万時間を見ることができるかっていうのが、面接官が意識していることです。皆さん知っておいてほしいのは、多くの特に大企業であればあるほど、面接官で出てくる方はトレーニングを受けてます。面接官トレーニングっていう修行を積んで、どうやったら学生を見抜くことができるかっていうのを散々鍛錬を積んできているので、非常に皆さん気をつけていただきたいと思ってるんですが、僕からお伝えしたら、じゃあどんな鍛錬を積んで臨んでるかっていう裏側を今日はもうお伝えしてしまいたいと思います。質問事項いろいろあるんですけど、僕が基本的に面接官トレーニングでよく知っている内容は、水平質問と垂直質問をしようっていうトレーニングをされている面接官がすごい多いです。円錐を逆にしたものをイメージしてもらえると分かりやすいんですけど、水平は横、これは大学生の時に頑張ったことだけではなくて、高校はどうだったか、中学校はどうだったか、小学校はどうだったか、でさらに言えば、円錐ってこう横だけじゃなくて奥行きもあるじゃないですか。これでいくと、学内でどうだったか、学外での活動はどうだったかっていう風に、学内、学外、大学、高校、中学、小学っていう、大体8つのマトリックスでその人の話を聞いていくと、やや立体的に見えてくるんですね。で垂直っていうのは、例えば高校の学内での活動に対してものすごい深掘っていくと、徐々にその人の人生っていうのが立体的に見えるんだと思うんですね。これが水平質問と垂直質問という形になっているので、僕がよくお勧めしているのは、最低でもこの8つのエピソードはいつでも話せるようにしておいてください。大学の学内学外、高校の学内学外、中学の学内学外、あんまないと思いますけどね。小学校の学内学外、自分はどういう人間だったか、その時にどんなことを体験して経験してるかっていうのが8つ用意されているだけで、非常に自分を立体的に見せるようできるようになりますので、まずはそれを意識してほしいなというふうに思っています。自己分析もすっごい大事になるっていうこと。大事です。はい。自己分析が僕は全ての就職活動においては一番基礎だと思いますね。はい。で、その上で垂直質問っていうのがあるんですけど、垂直質問ってじゃあどんな質問をされやすいか。
ていうと、垂直質問で時々使われているフレームがスケールの観点というフレームになります。スケールで SCALE、 まあ物差しとかのメジャーのスケールですね。 S はシチュエーション、そのエピソードを話した時にまず状況を聞いてきます。面接官はそれってどんなシチュエーションだったんですか、もうちょっと具体的に教えてもらっていいですか。で次 C、 これキャスト、あなたはそこでどんな役割をやっていたんですか、どんな責任を背負っていたんですか、役割を聞いています。 A、 アクション、その役割でどんな行動をしたんですかっていうのを聞いています。で L、 ラスト、その結果どうなったんですか。で E、 エピローグ、その結果の後あなたはそこから何を学び今どう生かしているんですかっていうのを聞いてくることで一つのエピソードがものすごい深く掘られていくんです。でこれが準備できてないと浅いんだってなったり、準備してたとしても嘘とかを準備してると結構メッキが剥がれたりします。なので僕がお伝えしているのは、自分が用意するエピソードは聞こえがいいエピソードを用意するんじゃなくて、このスケールで深掘った時に本当にその努力であったり大変さとかしっかり伝わるエピソードっていうのを用意しておくことが、ありきたりだったりかっこよさを重視したり、なんかよくあるのが数字で表現しろみたいな、私はこれをやったことで何百パーセント成果上げましたとか、これもスケールとかやっていくと剥がされていくんですよ。実は自分は大した役割になってなかったとか。なので僕はあんまりテクニック論に溺れすぎず、自分が本当に努力したり頑張って向き合ったことをちゃんとエピソードとして用意しておくと、このスケールの質問にも対応していけるようになるので、お勧めしたいなというふうに思ってます。何か質問とかありますか。こういうふうな言い方とか伝え方があるとこいつ深いなみたいな判断になるのかっていうところが知りたいなと思うんですけど。ありがとうございます。さっきの垂直質問のスケールを感じた時、もう一つノウハウがあって、挫折体験を聞きなさい、熱中体験を聞きなさい、失敗体験を聞きなさい、成功体験を聞きなさいみたいな話が面接官側にあったりするので、学生側もその観点で少し準備しておくといいかなと思っていて、一つのストーリーを薄っぺらく話すというよりは、その中でめちゃくちゃ熱中したこととか、挫折とか失敗ってちょっと話しにくいじゃないですか、なんかネガティブ評価になりそうとか、そんなことないんですよ。失敗したり挫折したことから何を学んでいるかとか、どのぐらい頑張って失敗したのかとか、そこからどういう改善をしたかとかを意外に見てるので、案外隠す必要ないですなんですけど、意外にそういうのをネガティブに移りそうなので、失敗したことを話さない人って多いんですよ。なんで僕がお勧めしているのは、その強度に耐えるためには平たいストーリーにするんじゃなくて、挫折、熱中、成功、失敗、この要素をなんか盛り込んでいくと非常に立体的だし、本当にその人のなんか頑張ってきたとか人となりが伝わるかなと思っているので、お勧めをしています。ありがとうございます。はい、次は面接をしていく中で学生さんのどういうところを見ているのかっていうところをお聞きしたいです。わかりました。最初のグループ面接とか、やっぱりまあ一番最初のこう人となりというか、まあそういうところは割と見られてしまっているので、まあ最低限のこう気持ちよさだったりだとか、コミュニケーション能力とか、またお作法というか、そういうグループディスカッションとかグループ面接のお作法みたいなのは、それこそダイアリーさんの動画とかもしっかり見て勉強していただいてですね、臨んでいただくといいかなと思っています。学生どんなところを見ているかというと、やっぱ企業によって違うっていうのはもう正直なところで、これは採用コンサルとしてやってる時に企業ごとに要件をこう決めていくんですけど、やっぱほとんど抽象化していくと、まあ何タイプかに分けられるんですけど、でもやっぱ企業によってちょっと違かったりします。なので僕がお勧めしているのは、予測をしてみてくださいと。これは前の授業でもちょっとお伝えしたことなんですけど、その会社が今経営方針として掲げていることや、事業として今伸ばしていきたいところが何なのか、でそのバリューチェーン、実際に誰に対してどんなものを作ってどういうふうに売ってるかっていうのを見ると、どんな人材が活躍しそうかって見えてくるんですね。実直派なのか行動派なのか、感覚派なのか論理派なのかとか、自分が自制心が強い、自分は忍耐とかが強いタイプなのか、相手を交渉していくこととかが強いタイプなのかとか、研究をしていくタイプなのか、販売していくのが強いのかとかっていうのは、なんとか予測できると思います。なので皆さん今行きたい会社を挙げていただいて、採用要件を3つ出してみてください。
で、それに合わせて自分の自己 PR だったり、自分の長所とか短所を説明していくと、そこに丸がつく可能性がついてくるので、ぜひそういうのやっていただくと僕はいいんじゃないかなと思っています。丸の数とかで評価が決まるんですか？よくあるのは大手企業とかだと、3つから5個ぐらいの採用要件があるんですね。例えば、地頭、気骨心、コミュニケーション能力とかなんかいろいろあって、これを一次面接ではここを見極めよう。二次面接ではここを見極めようってなったりして、それにまず絶対ダメなのは×がつくと通らないです。4つとか1個ダメだったりすると応募者も多数いるのでもうやめとこうみたいな、どっちかというとネガティブチェックに近いですよね。なので丸がつくっていうのは明らかに×がつかないようにしておくっていうのは僕は大事かなと思っているっていう感じですね。もう一つあるのが最終面接、これだけは僕は相性だと結構思っています。あんまり最終面接で評定表を使っている会社は僕ないなと思っていて、ベンチャーだったら経営者、経営陣、大手だったら実際配属される可能性が高い事業部とかのトップの方が出てくると思うんですけど、大体も相性で思ってます。こいつと一緒に働きたいなとか、あなたちょっと違和感あるなとか、あ、思考が少し浅いところで泳いでるから自分の部下になった時にあんまり活躍しなそうだなとか見てるので、ここは僕はあんまり対策しても受かる受からないって変わらない気がしていて、どっちかというと素のままの自分で、ただその会社とか事業を深く考え抜いていった方が合格率は僕は上がるかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。何かご質問ありますか？私の見てる業界ではよく人間力が大事だって言われるんですけど、具体的にどういった項目なのか教えていただきたいです。わかりました。 2C の営業とかをよく受けてるって聞いたんで、その意味での人間力でいくと、おそらく対人力っていう評価項目になります。対人力っていうのは大きく僕は2つに分けられると思っていて、不正寄りの対人力と母性寄りの対人力、これジェンダー的に良くないですね。でもまあよく言われる話なんで一応そのまま言ってしまうと、不正寄りの対人力って何かでいくと、主張する力とか説得する力とか交渉する力、相手に対して自分の意見を届ける力、これが不正寄りの対人力、コミュニケーション能力だと思います。で、一方で母性寄りっていうのはどっちかというと受ける力、受容する力だと思っていて、傾聴する力とか支援する力っていったような、相手が何に今困っているかとか何にニーズがあるかっていうところをちゃんと引き出したりとか受け止められる力っていうのが対人力の補正用になります。で、おそらく 2C の営業でいくと多分両方必要なんですね。相手が何を求めているかっていうのを受容しながらも、自社が届けたい価値っていうのを主張していくっていう意味でいくと、この不正と母性の両面が非常にバランスよくあることが人間力として評価されている可能性があり、おそらく丸がついて合格してるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。で、今評価軸とかお伺いしたんですけれども、その中でもこういうところがいい学生さんは取りたくなるみたいなのがあれば教えていただきたいです。わかりました。僕は本当はこうあっちゃいけないと思うんですけど、就活生のために話すのでいくと、内定を1個取ってることです。もうよく言うと思うんですけど、内定がやっぱり1個あるってことは、僕人事もやってたんですよ長らく、まあ、経営者はあんま気にしないかな。人事からすると他のどこかの会社がこの人を取りたって評価してくれてるので、もうそこまでの面接しなくてもある一定の能力があるってことが保証されてるのと同じなんですね。なんで僕がよくお勧めしているのは、なんか名だたる大企業とか非常に倍率が高いところ、あ、皆さん知ってます、1000名以上とか500名以上の会社になると就職活動の倍率一気に10倍ぐらいになるんですけど、小さい会社だと倍率ってやっぱ2倍前後ぐらいなんで、受かる確率はやっぱ5倍とか10倍違うんですよ。そういう意味でいくと、できればベンチャーに僕は来てほしいんですけど、ベンチャー企業とか中小企業とかもあんまり毛嫌いせずに、しっかりと面接対策とかもして臨んで、意外にいい会社もあったりして、そこが入るケースも僕あると思うので、しっかりとそういうところで一社内定を取った上で大手企業とかに臨むっていうのはすごいテクニック論で、僕は本当は嫌いなんですけど、皆さんのためを思って一応アドバイスをしておきたいなと思っています。だ、面接官側の気持ちを考えていくっていうすごい大事です。そうです。ありがとうございます。ではこれで面接編の動画を終わりたいと思います。今日もサーさんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃん。